ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、ブラックホールはどうしてできるの？急にどうしたんだ？もし地球上でブラックホールができたら、地球は滅ぶじゃない？考えただけで怖くて眠れないわ。そうか。よし、じゃあ今日は、地球上でブラックホールができたらどうなるか、について解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まず、霊夢はブラックホールについてどれくらい知っているんだ？黒い穴で、そこに吸い込まれると、どうなるのかしら？名前しか知らないんだな。まず、ブラックホールとは何なのかを説明するぞ。よろしくお願いするわ。地球や火星、太陽などの天体は重力と圧力が釣り合っているから、球体を保ちながら宇宙空間に存在することができるんだ。重力と圧力のおかげだったのね。これに対しブラックホールは、重力と圧力が釣り合っていない天体のことを指すんだぜ。ブラックホールって天体だったの？宇宙空間にぽっかり開いた穴だと思っていたわ。宇宙空間に穴が開くはずないだろ。ブラックホールは重力が強すぎる超重力の天体で、バランスを崩して重力崩壊という現象を起こしている。これによりブラックホール全体が徐々に縮んでいき、極めて高密度かつ大質量でありながら巨大な重力を保っているんだぜ。重力崩壊を起こしていても天体は天体なのね。昔は崩壊した星という意味であるコラプサーと呼ばれていたんだが、1967年にアメリカの物理学者であるジョン・ホイーラーが、ブラックホールと名付けたんだ。どうしてブラックホールと名付けられたの？観測上黒く見えることが由来だぜ。そうなんだ。ブラックホールって、中心部はどうなっているのかな？いい質問だな。中心部はシュバルツシルト面と呼ばれていて、漆黒の円のようになっているぜ。ここでは特に強力な重力が存在しているために、光すら吸い込まれてしまって脱出は不可能だ。怖いわね。一度中心部に行ったら最後、二度と出てこれないなんて。霊夢、ブラックホールの写真は見たことがあるか？図鑑にも載っているでしょう？実はこれまで私たちが見てきた写真は、物理的観点を踏まえてコンピューターで作り上げたモデル画像だったんだぜ。本物のブラックホールの写真じゃなかったの？だが、2019年の4月10日、世界で初めてブラックホールの影を撮影することに成功した、と日本を含む国際研究チームが発表したんだぜ。すごいわ。日本も宇宙開発に協力している国だもんね。それで、どうやって撮影したのかしら？その方法は、高解像度の電波望遠鏡を用いて、ブラックホール付近のガスが発する電波を観測し、影のように浮かび上がらせるというものだった。電波望遠鏡？電波望遠鏡の仕組みは、大雑把に言うと家庭用の衛星放送と同じだぜ。衛星からの電波を集めるパラボラアンテナってこと？ああ、その電波を電気信号に変える受信機、そして電気信号を分析して映像に変えるチューナーだ。身近なものを例に出してもらえるとわかりやすいわね。これまでは、光を飲み込んでしまうブラックホールを直接観測することは不可能だと言われていたんだ。じゃあ、どうやって観測していたの？周りの天体を力学的に解析したり、ブラックホールが吸い込んだ物質が発する X 線やガンマ線などを解析することで間接的な観測を行っていたんだぜ。そうなんだ。重力が強力なら、近づいて観測なんてしたら吸い込まれちゃうもんね。だが、近年では複数の電波望遠鏡を用いて観測するという方法が提唱され、様々な工夫を凝らして科学者たちが奮闘していたんだぜ。そしてその結果が出たのね。なんと今回は世界6カ所の電波望遠鏡をつないで、合計約1万キロメートルの巨大な望遠鏡を構築し、これまでにない解像度を実現して撮影が行われたんだ。1万キロメートルの望遠鏡って、巨大どころじゃないわよ。それで撮影されたのは、地球から5500万光年離れた銀河の中心にあるブラックホールだ。方法はさっきも言った通り、付近のガスや塵が発する電波を観測し、影のように浮かび上がらせる形でな。科学技術の発展に感動しちゃう。で、霊夢が気にしていたのは地球上にブラックホールができたらどうなるかだったよな。そうよ。そもそも地球上にブラックホールができる可能性はあるのかしら。結論から言うと、確かに可能性はある。そんなの嘘よ。地球には常に何億、何兆もの超高速粒子がぶつかっているんだが、その中には非常に高いエネルギーを持つものがあるんだ。それが関係あるの？アインシュタインの相対性理論によると、質量とエネルギーは同じものなんだぜ。相対性理論がどう関係しているの？理論上高エネルギー粒子が地球の大気にぶつかった時に、その衝撃によって素粒子レベルの小さなブラックホールができる可能性があるんだ。素粒子レベルの大きさのブラックホールができるとどうなるの？安心しろ。素粒子レベルの大きさならすぐに蒸発する。それなら安心じゃない。現代の物理学者たちは、物質を細かく砕いて、宇宙がどのようなものからできているか研究しているんだぜ。それで？
そのために粒子加速器という装置を使って高エネルギーの粒子をぶつけて、新しい粒子が発生するか調べているんだ。え？じゃあ、その際にブラックホールが生成される可能性もあるってこと？可能性はあるが、さっき言った通りすぐに蒸発する。それならいいわ。物理学が発展するのは良いことだもんね。霊夢、人間は空間が3次元だと認識しているよな。だが、そうじゃないとしたら？どういうこと？その他に余分な次元があるという説もあるんだ。へえ、夢が広がるわね。余剰次元があれば、ミニブラックホールの生成の可能性はより高くなるらしいぞ。そんな可能性があるの？あくまで可能性だがな。今のところ地球でブラックホールが生成されたとしても、それは素粒子サイズで非常に小さく、一瞬で蒸発してしまうため観測することは極めて困難なんだぜ。素粒子レベルのブラックホールができても、地球に影響がないことは分かってよかったわ。これが1センチサイズのブラックホールになると、話は変わるけどな。たった1センチで？コインと同じくらいのサイズじゃない。ああ、そのコインサイズのブラックホールが誕生したら、地球は悲惨な結末を迎えることになる。どうなっちゃうの？コインサイズのブラックホールの質量は、地球の質量と同じくらいなんだぜ。たった1センチでそんな大きな質量を持っているの？逆に言えば地球を圧縮してブラックホールにするには、半径1センチ未満にする必要がある。この広い地球を1センチ未満にするなんて、不可能じゃない？その不可能を可能にしているのがブラックホールなんだぜ。恐ろしいわね。もしそのサイズのブラックホールが地球にできると、ブラックホールの近傍では強い重力が働くため、付近の物質は粉々にされる。人間の足元にできたら？ブラックホールに近いほど重力は強くなるから、足にかかる重力は頭にかかる重力よりも桁違いに大きくなる。だからブラックホールのそばにいた人間は、その力によってスパゲティのように引き伸ばされることになるな。想像もしたくないわ。この力を超積力と言うんだが、超積力については知っているか？いえ、初めて聞く単語だわ。超積力は形のある天体に働いて、天体の形を変形させることができる。超積とは海の満ち引きのことだ。あれって超積っていうのね。地球は主に月と太陽からの超積力を受けている。地球の海は流体だから変形しやすいが、固体部分も超積力で変形するんだぜ。固体部分まで変わるの？ああ、天体を保つ力よりも超積力が大きい場合、天体は破壊されることもあるんだ。じゃあ、ブラックホールが足に接していたら？超積力は地球の重力の8兆倍の、さらに1億倍というとてつもない大きさになる。人間どころか像だってひとたまりもないわね。ブラックホールから離れた場所は安全？そうだな。例えばブラックホールから 20km 離れた場所の超積力は地球の重力の約10倍。10G ってところか。10G の圧がかかるとどうなるの？宇宙飛行士は 8G から 9G 重力加速訓練を行うが、一般人なら失神するレベルだ。宇宙飛行士の人たち、すごすぎない？戦闘機パイロットも訓練しているぜ。ちなみに、世界最大速度だと言われている。富士急ハイランドのドドンパは発射 1.56 秒で時速 180km を出すが、これでも重力加速度は約 3.75G だ。ドドンパには乗ったことがあるけど失神しかけたわ。あれで 4G もないなんて信じられない。もしハワイにブラックホールができたら、日本はどうなるか知りたいか？教えてちょうだい。飛行機の距離ならさすがに問題ないでしょ？日本にいる人は自分の体が約 1.7 倍重く感じられる。体重を重く感じる程度なら耐えられるわ。さらに地面が東西方向に30度傾いているように感じるだろうな。地面が傾いたら良いそうね。それどころかまっすぐ歩けないわ。どうして地面が傾くの？地球の中心に向かっていた重力が、地球とブラックホールの共通重心に向きを変えるからだ。重心の位置が変わるの？ああ、共通重心の位置は地球とブラックホールの中間地点になるんだ。地球もバランスを取ろうとするのね。ブラックホールが及ぼす超積力は、地球のマントルやマグマにも影響を与えることになる。日本は火山が多いよね。世界で最も危険な火山10選の1位は硫黄島だし、阿蘇山は4位に選ばれたぜ。富士山じゃなくて硫黄島なの？硫黄島は数千年前に海底火山の活動によって隆起して誕生した島で、マグマによる隆起が4年に1メートルという世界で最も珍しいペースを保っているんだ。第二次世界大戦の米軍上陸当時と比べて、17メートルも隆起している。ブラックホールで火山地帯が活発化したら速攻で噴火するわね。もし硫黄島が噴火したら、高さ25メートルほどの大津波が日本列島や香港を襲うことになるぜ。ハワイでブラックホールができたら、日本も壊滅的な被害を受けるのね。ああ、4位の阿蘇山だって噴火したら九州全域が壊滅し、大量の火山灰が日本中を覆うからな。超積力、怖すぎるわ。木星の衛星、
伊予では火山活動が多く確認されているが、それは木星の潮汐力が原因だと考えられている。そうなの？木星だけじゃなく、土星の衛星や海王星の衛星も、惑星の潮汐力で火山活動が発生してるな。知らなかったわ。ブラックホールは重力や潮汐力以外にも影響をもたらすのかしら？地球の大気も影響を受けることになるな。大気まで影響が出るの？ブラックホール周辺の大気が吸い込まれて、気圧が低くなり低気圧になるぜ。低気圧ってことは、台風が起きるとか？その通りだ。外から中心にあるブラックホールに向けて暴風が吹き込み、地球の自転によってコリオリ力が働くため、北半球では反時計回り、南半球では時計回りに渦を巻く。コリオリ力って何？左回転しているメリーゴーランドの上でキャッチボールをすると、ボールは右に曲がるだろう？右回転のメリーゴーランドでは左に曲がるわ。この風やボールを曲げる力がコリオリ力だ。わかったわ。だからブラックホールを中心とした台風が発生するのね。正解だ。そして地上に現れたブラックホールは、いつまでも地表に留まるわけじゃないんだぜ。どこかに行ってくれるの？できれば地球から遠いところに消えてほしいけど。1センチサイズで、地球と同じ質量を持っているブラックホールは、重力で地球の中心方向に強く引きつけられる。地球の地下に潜っていくのね。ああ、地球を掘り崩しながら、中心部に向けて沈み込んでいくんだ。そのまま地球に穴を開けるの？いや、地球の中心まで到達したら、ブラックホールの進行は停止するぜ。中心に行ってしまったら地球はブラックホールに飲み込まれちゃうんじゃない？飲み込まれてしまうな。だが、一瞬で全て飲み込まれるわけじゃない。どれくらいの時間がかかるの？ブラックホールを球体と仮定した場合、その表面積は13平方センチメートルになるんだが、この領域に落ちてくる物質は高速まで加速されているとしよう。そうすると1秒間に吸い込まれる物質の量は体積に換算すると4000立方メートルだ。それってどれくらいの大きさなの？50メートルプール、7.5 個分といったところだな。東京ドームくらいの体積を吸い込むには5秒程度かかるぞ。とんでもないスピードね。でも、地球は広いわ。ああ、地球全体が飲み込まれるまでは数十億年単位の時間がかかることになる。一瞬で滅んじゃうかと思ったけど、猶予はあるのね。ブラックホールが地球に現れた場合、地球外にも影響があるんだぜ。被害を受けるのは地球だけじゃないの？地球にブラックホールが現れたことで、地球の衛星である月に及ぼす重力は倍になり、その軌道にまで影響が及ぶんだ。月の軌道すら変えちゃうんだね。ああ、現在の月の軌道では重力と遠心力の釣り合いが崩れて、より地球の近くの軌道を回ることになる。そして軌道の形も、潰れた楕円形に変わると考えられているぜ。影響を受けるのは月だけで済むの？地球に置き換わったブラックホールは太陽系全体にも影響を与えることになるぜ。なんだか申し訳ないわね。ブラックホールの重力は、小惑星の軌道をより内側に引き込むんだ。それによって、数百年は今よりも頻繁に小惑星同士の衝突や、惑星と小惑星の衝突が発生する。1センチのブラックホールが生成されただけで、そんな大惨事が引き起こされてしまうのね。霊夢、数十億年後には太陽に変化が起きるのは知っているか？どんな変化が起きるの？太陽は最終的に膨らんで赤色巨星に姿を変えるんだ。これは太陽にとって最終ステージなんだぜ。太陽にも終わりが来るのね。様々な推計によれば、このプロセスは60億から80億年後に始まると言われているぜ。そのプロセスが始まったらどうなるの？まず、太陽の膨張とともに水星と金星が飲み込まれる。太陽系の惑星が2つも消えてしまうのね。そして丸々と膨張した太陽の表面から物質が宇宙空間に飛んでいくんだが、そこにあるのは地球じゃなくブラックホールだ。物質はブラックホールに引き寄せられて落下していくぜ。ブラックホールが物質を飲み込むと、何か起きるの？ずっと沈黙を守っていたブラックホールは、太陽から飛んできた物質によって数十億年で初めて、物質を飲み込みながら再び成長を始めるんだ。地球をも飲み込んだブラックホールが成長するなんて、太陽系の危機じゃない。太陽の影響で巨大な恒星や惑星から流れ出る物質が落ちていくブラックホールは成長を続け、徐々に太陽へと近づいていく。太陽も飲み込まれちゃうの？もしかするとブラックホールは太陽を吸い尽くして核だけを残し、残された核は白色矮星となってブラックホールの周りを回るかもしれないし、霊夢の言う通り、太陽も飲み込むかもしれないな。そこまで成長したブラックホールなんて考えたくもないよ。太陽の質量を得たブラックホールとその周りを回ることになる惑星群は、ホーキング放射で蒸発するまで、さらに数十億年存在するだろうな。ホーキング放射って何？ブラックホールを蒸発させられるほど、強力なビームなの？これはあの有名なホーキング博士が予想したことなんだが、ブラックホールは何でも吸い込む完全なブラックじゃなくて、
極微量の放射を行いながら徐々に蒸発しているらしい。まるでブラック企業の言い訳みたいね。ああ、これを実証するのは容易じゃないぜ。なんせずっとブラックホールを観測し続けなきゃいけないんだからな。世界で6カ所の望遠鏡を使ってやっと撮影に成功したくらいなのに、ホーキング放射という現象を捉えるまで、ずっと観測するのは難しいでしょ？本物のブラックホールは無理だな。偽物のブラックホールなんてあるの？音を使って疑似的なブラックホールを生み出すことは可能だという考えがある。音がブラックホールの代わりになるってこと？この方法は2014年にイスラエルの研究チームによって実現されたんだぜ。それで2016年にはその音のブラックホールから、ホーキング放射に類似する現象が観測されているんだ。ホーキング博士の理論も、実証したイスラエルの研究チームもすごいわね。2019年には同じ研究チームにより、さらに精度を上げた実験成功の報告が発表された。これはあくまでも疑似的な実験だが、ホーキング博士の理論的予想を支持する証拠なんだぜ。他の国の研究チームもこの研究に加わってくれそうね。ああ、疑似的なブラックホールと、そこで起きる現象の測定が安定してきたことにより、研究者たちは次のステップに突入したぜ。次はどんな実験をするの？ホーキング放射という現象が、時間とともにどう変化していくか観測するんだ。実験物理学者たちの執念には頭が下がるわ。こうやって人類は進歩してきたんだぜ。今日は地球上でブラックホールが誕生したらどうなるかを解説したがどうだった？まさかコインサイズで地球が滅びるなんて思わなかったわ。でも地球でブラックホールが生成される可能性はないし、少しだけ安心できたわね。俺ならよかったぜ。あとはホーキング放射現象が実証されたら最高に熱いな。ブラックホールの謎が一つ解けるってことだもんね。その日が来るのが楽しみよ。これにて本日の解説は終了だ。ご視聴ありがとうございました。